今回は、元凶戦の SP バトル評価値30をクリアできたので、その動画をお送りさせていただきます。なので今回は動画時間は短いです。はぁ、ねぇ、はぁ、ねぇ、はぁ。こいつらは放置して動画に入りましょう。呪術廻戦、ファントムパレード。あいつらは騒がしいので今回は私だけでお送りさせていただきます。ご覧の通り評価値30で挑ませていただきます。この評価値30は五条悟を使うことができないのがポイントであり、どのようなパーティーで挑むのか、そんな中で私が挑むパーティーはこちら。基本的にバフもりもりで、最後に学願寺学長のデバフによってトゲの必殺ダメージを与える感じです。それじゃあ行きますよー。よーし、やりますか。面白そうだな。ちょっくら移動してっと。では、予定通りバフモリモリをやっていきます。ただし、モモちゃんは1回タイミングをずらすのと回想残地を使って引き付け&ノーダメをやります。授業を始めよう。決まっていきましょう。切り裂け、砕けろ、つぶれ。そしてこのターンもバフモリモリだが、学長と7人が離脱しちゃったりするとクリアができないので、学長か7人が離脱しちゃったりしたらやり直しますってました。崩れろ、うわぁ、いかがですか。いけるぜ。かなりギリギリでしたが、耐えてくれたので雑踏です。ここもバフモリモリ、これは通常攻撃をやってもらいます。学長と7人はこのターンで離脱するので、その後に学願寺学長のデバフとトゲの必殺でダメージを与えていきます。引かなければ、私の術式はここからですよ。そろそろ終わらせましょう。よし、準備が整いました。ではバフ、デバフ、必殺のコンボをお見舞いしましょう。変な感じ。避け避け、ぶっ飛ばしちゃって。くらい、くらげる。危ない。一発 KO を狙いたかったんですが、ブレイクもできてるので良いでしょう。もうあとは殴るだけでおしまいですね。準備で、おかか、くらい。ブスな少年、可愛く叩き直す。ガッチャー、私の一番可愛い。はい、ということで評価値30をクリアできました。トゲ抜きだとかなり難しいですわこれ。皆さんもクリア目指して頑張ってみてください。トゲなし編成でクリアできたりしたら教えてください。